日常演舞の食歌日記にようこそ。さて本日の演目はこちら。それでは演舞開演。こちらスターバックスの新作ほうじ茶フラペチーノとキャラメルラテ、そしてストロベリーラベンダーラテと抹茶スイーツ2品を食べたいと思います。本当はドリンクだけですつもりだけど、なんか抹茶シリーズ抹茶商品がいつの間にか出ててついた飲んじゃいました。やっぱり2023年もスタバを締めくくりに購入してきましたね。予想が当たって嬉しいんですけどそれではまずはですね、ほうじ茶ラテから飲んでいきたいと思いますけど、ホットドリンクに生クリームはなかなか溶けるのがきついな。では2023年のスタバおさめは香ばしい和の味わいですね。ふふふ、すすっとすってあったまる。さらに抹茶のまろやかな香り、いやまろやかっていう香りじゃないか、抹茶の芳香な味わいとほうじ茶の香ばしさがうわーキュッと締めてくれるな。さらにあんバターやフランスパンで食感も楽しめる。一方の米粉ロールケーキは、おお、やっぱりお米とお茶は混ぜても相性がいいのかなと思えた。もっともっと食べたくなるけど、年末年始は食べること多いからあんまり食べすぎるのもね。さてそれぞれの商品の詳細についてはこの後すぐに説明しますので少々お待ちください。ごちそうさまでした。最初に飲んだほうじ茶キャラメルラテはキャラメルの甘めの味わいとほうじ茶のコーヒーとはまた違った香ばしさがよく合っていて美味しかったです。苦いと甘いの融合が新たな道を開いたって感じですね。次に食べたアンバターフランス、あ、フランスパンなんですが結構柔らかめで口の中でふわーっと抹茶の芳香な香味わいを口ふわ広げてくれて、あんとしての食、まろや優しい食感やバターのコクもよく合っていました。焼いても美味しいかも。うん、いやバター溶けてるそれはないか。次に飲んだほうじ茶フラペチーノは中にもうすぐお正月ということなのかお餅が入っていて、ちょっと弾力のある変化も感じられたのが良かったです。ほうじ茶だとまた香ばしさがあって違った味わいがありますね。その次に食べた米粉のロールケーキは抹茶の芳香な味わいが、まずこれさっきも言ったアンバターフランス以上に味広がぶわっと広がってくるので、あなたが抹茶好きであればぜひ食べてほしいです。最後に飲んだストロベリーラベンダーティーラテはいちごの甘酸っぱさはあまり感じなかったんですけど、甘い香りが口の中に広がってきてどこか心安らぐ優しい気持ちにしてくれるラテですね。いちごの香りがお好きなのであれば飲んでほしいです。今回飲んだ中から食べた中だと飲み物はほうじ茶フラペチーノ、スイーツは米粉の抹茶ロールケーキがそれぞれお茶の香りを口の中でふわっと広げてくれて美味しかったので代表として5点とさせていただきます。ご視聴ありがとうございました。コメントしていただけると、そしてよろしければ他の動画も見ていただけると、動画を拡散していただけると嬉しいです。演舞終演。本日の演目はお楽しみいただけましたか？チャンネル登録、コメント、高評価していただけますと嬉しいです。ではまた明日の演目でお会いしましょう。それではさようなら。